Reins.安心しろ。こいつは政府の軍人だけど、俺たちの味方だ。なんでここにいる？貴様、何者だ？君らを導く。それが使命だった。ルシだったのか？ 君らに出会うずっと前からね。ファルスの主に手を貸せと政府のファルシに命令された。この意味がわかるか。ファルシは常に君らを見守り、密かに手を貸していたんだ。君らを何度も救った奇跡も、その正体はファルシの援助。なぜならば、ダイスリー、いや、バルト・アンデルスは、 君らが虚空を破壊することを望んでいる。まんまと引っかかったってわけか。虚空のファルシが、なんでまた？神を呼び戻すための。神って？人間やファルシを作ったとされる、かの神だよ。遥か昔、 神はファルシと人間を残し、この世界から立ち去ったという。人間とファルシは、いわば神に捨てられた、みなしごの兄弟だ。見捨てられた人間は、やがて神の定めた秩序すら忘れ、仲間同士で殺し合える、稀有な存在となった。 この荒んだ世界を再建するために、今一度神を迎える。それがファルシの真の目的だ。神を呼び戻すために神にふさわしい教義がいる。それで虚空の破壊を。 虚空数千万人を皆殺しにして命を捧げる。叫んな。どうして僕たちに頼るファルシなら、その気になれば虚空を壊せそうなのに。虚空を創造し維持するために存在するファルシなら、虚空を傷つけることはその使命に反する。つまり虚空のファルシは虚空を破壊できない。 で僕たちは、私たちにしか虚空を壊せないなら、壊さなきゃいい。君らならそう言うと思っていた。騙してたのかよ。虚空を人間の手で再建するって夢はどうした？全部嘘だったのかよ。夢の残骸さ。私が人間だった頃の、 人による政府を願い、政府内で夢を叶える力を手にしたところで、ルシにされた。力を与えられるだけ与えられ、道具にされた哀れな傀儡だよ。消えたのはファルシではなく、私だった。ずっと、ファルシの命令に？ルシなど、使命という名の糸に裁かれる、 操り人形に過ぎない。もう二度と夢を見ることなどないと思っていたのだがね。どういう意味だ？私がここに来たのは命令を受けてではない。君らを見て思い出したんだ。懸命に掴もうとしていた未来を。私も使命に挑んでみよう。 ここで君らを倒せば、ファルシの計画を止められる。レインズ！残された全ての力を持って君らを撃つ。
として戦うんだ。
Rains. ものだ。私が求めたのは一瞬の輝きだったのにな。結果はどうあってもいい。君らはせめて貫いてくれ。信じていた道を。 Right.